穴がどこにもないだって？ああ、別の区の兵と勝ち合って引き返してきたのさ。道中で巨人とも出くわさなかったが。エレン。まさか、ついに地下を。そうなると。俺が鎧の巨人で、こいつが超大型巨人ってやつだ。俺たちは5年前、壁を破壊して人類への攻撃を始めた。俺たちの目的は壁の中の人類全てに消えてもらうことだったんだが、エレン、お前が俺たちの故郷に一緒に来てくれるなら、俺たちはもう壁を壊したりしない。どうだエレン、悪い話じゃないだろう。ひとまず、どうだろうな。お前さ、疲れてんだよなあ、ベルトルト。こうなってもおかしくないくらい大変だったんだろ。ああ、ライナーは疲れてるんだ。大体な、お前が人類を殺しまくった鎧の巨人なら、なんでそんな相談を俺にしなくちゃなんねんだ。そうか。何を考えているんだ俺は。本当におかしくなっちまったのか。きっとここに長く居すぎてしまったんだな。バカな奴らに囲まれて3年も暮らしたせいだ。こんな奴らがいるなんて知らずにいれば、俺はこんな半端なクソ野郎にならずに済んだのに。もう俺には何が正しいことなのかわからん。ただ俺がすべきことは自分のした行いや選択に対し、選手として最後まで責任を果たすことだ。ライナー、やるんだな。今ここで。ああ、勝負は今ここで決める。ライナー、ベルトルト、この裏切り者が！人類の仇そのものだ。一斉にかかれ。
蒸気だ。これじゃうかつに近づけないな。蒸気の弱まる瞬間は必ず訪れるはずだ。隙を狙って接近を試みるぞ。熱風によって瓦礫が飛んでくるぞ。注意して進め。瓦礫の影に入ればあいつの蒸気を防げる。また瓦礫が飛んでくるぞ。気をつけて進むんだ。粘り強くチャンスを待つんだ。奴の動きは遅い。落ち着いて超大型の動きを慎重に観察するんだ。時は瓦礫の影に隠れてやり過ごす。ユミルはまだきっと死んでないから、どうかお願い。落ち着いて近くの瓦礫まで移動するんだ。奴は動きが遅い。近づいてしまえば必ずうなじを削り取れるはずだ。鎧の巨人を引き受けてくれてる。僕たちは超大型巨人に集中しよう。巨人と超大型巨人、やっぱりダイナーとベルトルトが。捉えることはもうできない。殺せ、カメラーン。
までより強力な蒸気で身を守ってる。これじゃ攻撃できない。どうすれば。どうもしない。待つんだ。アルミンは私についてこい。鎧の巨人の相手だ。逃げちゃダメ。見せてあげる。始めましょう。いつまで体を燃やし続けられるか見ものだが、いずれ彼は出てくるはずだ。見せてあげる。兄と違って常に全身が硬い。何か撃っては。味方、一旦鎧の巨人から距離を取って奴の弱点を探すんだ。くそ、俺らじゃ何もできねえのか。いや、本当に全身が石像のように硬いのならあんな風に動けないはずだ。昔戦争で使ってた鎧にも鉄で覆えない部分がある。脇や股、あとは膝の裏側だ。もう当たりないの？任せ。倒されんならいいぜ。その組よこせ。なあがきだ。止まった。あの位置は。周囲を警戒しろ。巨人を呼んだぞ。周囲に他の巨人は見当たりません。上だ、避けろ。